さあ名古屋長い、ここ前が空いている状況です。ふわっと上げて矢野決めた。名古屋も負けてない。なんというゲームでしょうか。3対3。いや、ゴールホルダーに対してのアプローチですよね、ボール、あ、得点を奪った後の状況で、まあ、何度かねガンバはこういった場面がファーストステージあるんですけども、ですね、まあ、長谷川監督も得点を取った後の5分間、あるいは取られた直後の5分間